それじゃあ行ってくるよ。気をつけてね。私はくるみ。3人の子供たちも自立し、夫と第二の人生を楽しんでいる。夫は定年退職後、働いていた会社で契約社員として再雇用された。ここはどこ？そろそろ帰らなくちゃ、くるみが待ってるの。お母さん、くるみは私、家はここよ。そうだったの？柳も子供たちも介護サービスを使った方がいいって言うけど、女手一つで私を育て上げてくれたお母さんだもん。少しでも恩返ししなきゃ。数日後、二人とも久しぶり。久しぶり。お腹大きくなったね。もう予定日1ヶ月前だからね。富士くんも久しぶりだな。今日は泊まっていくんだろ？お世話になります。あら、あなた妊婦さん、体は大事にしなきゃ。私の時代はね。おばあちゃんありがとう。でも体を動かすように先生から言われてるし、家事やらせてね。何を言ってるの。こんな時くらいお母さんに甘えなさい。さあ、今日はかすみと富士くんの好物たくさん作らないと。あなた買い物に。お母さん、いきなりで本当申し訳ないんだけど、子供たち連れて実家に戻ってもいい？しばらくそっちで生活させてほしいの。うちは大丈夫だけど、とにかく落ち着いていらっしゃい。なんだ、空か？どうしたんだ？それが、理由は後で話すから、とにかくこっちにしばらく住みたいって。何？ついこの間保育士の仕事に復帰したばかりだろ。そうなんだけど、あんなに仲が良かった浩二くんと何かあったんじゃ。二人とも本当ごめん。わざ無事についてよかったわ。とにかく上がって。すいません、お母さん。実は俺の会社の支社で大きなトラブルがあって、しばらくその対応で県外に単身赴任が決まってしまって。私も仕事に復帰したばかりだし、鉄も新しい保育園の環境に慣れてないし、正直ワンオペでの子育てが不安で。そういうことなら私に任せなさい。私もしばらくこっちにいるし、ソラちゃんが仕事の間面倒見ておくよ。ほんとごめん。時短勤務にしてもらう予定だから、なるべく迷惑かけないようにする。あら、どこの子？かわいいわね。飴あげる。ねえおばあちゃん、鉄だよ。お母さんの認知症予防にも、小さいひ孫との関わりはいい刺激になるしね。むしろありがたいわ。だから安心して。こうして孫3人との生活が始まった。柳は仕事だから日中はいないけど、かすみも積極的に手伝ってくれるし、お母さんも賑やかな環境で刺激があるからか、いつもより快活に見える。やることは何倍も増えたけど、ちゃんと考えてやれば大丈夫。3人の子供を育ててきたんだから、もう一度子育てさせてもらえると思えばいいのよ。選択3倍。しかし現実は厳しかった。おばあちゃん、おばあちゃん、おやつ食べたい。じいちゃん、おばさんごくやら。孫と自分たちの子供は違うわ。ソラもなんやかんや時短勤務できてないし、体力もあの頃と違ってない。ねえ、おやつ。これは気合い入れないと。共同生活4日目。ほんとごめん、凍結出ちゃって早く出勤しなきゃなの。仕方ないわ、気をつけて。やだ、保育園行かない気がいない。てつ、お友達待ってるよ。知らない。わさびの服は、わさび柄のわさびの服どこにあるの。あー、お洗濯したばかりだからどこかにあるはずなんだけど。早く探して。お母さん、カラシちゃん熱があるから休むって連絡入れたから。あー、ありがとうかすみ。てつくん、お着替えしよう。いやだ、かすみと一緒にいる。そろそろおいとましますね。ちょ、お母さん、ここが家なんだって。ゲーム？まさか。はい、もしも。母さんごめん、園児を連れて今日から実家に行ってもいい？嫌な予感って当たるのよね。それで何があったの？クロハさんは誰？どこ？ばあちゃんだよ。向こうのお母さんが明け方に救急搬送されて入院したんだ。それで朝急いでクロハは実家に戻って、託児所どこも空きがなくて、今日午後から大事な会議があってどうしても休めないんだよ。いやー、パパー。わかりました、任せなさい。3人も4人も一緒よ。ちょっと預かる。
結局ゲンもしばらく実家にいることになり、我が家はかなり賑やかに。子育てをしてきたから大丈夫なんて甘かった。大丈夫か？クマひどいぞ。寝る時間なくって。お母さんの介護に子供たちの世話、最近頑張りすぎだ。落ち着いたら少しゆっくりしよう。そうだ、今度旅行でも。ありがとう。でも大丈夫、頼ってもらえるうちが花だわ。くるみ、からしの熱なかなか下がらないわね。迷惑かけてごめんなさい。何言ってるの、こんなの迷惑でもなんでもないわ。気にしないでゆっくり休んで。おい母さん、母ちゃんまた外出ようとしてたぞ。嘘、前よりひどくないか、ボケも多いし。ずっと言ってるけど、介護サービスとか使ってちょっと休む時間を作らないと厳しいんじゃないか。面倒かけてる俺が言えた立場じゃないけどさ。大丈夫よ、私は平気。これからかすみの子供も生まれてますます賑やかになるでしょ。これくらいで。くるみ、一度自分の顔を見てみろ。何これ。言っただろう、君は頑張りすぎている。それがわからないくらいに。一旦落ち着いて休む時間を作った方がいい。できもしないくせに抱え込んでいるって言いたいの？何？あなたは私ができないって言いたいの？私はできる、まだまだやれる。お母さんのことだってちゃんとやってみせる。ちょ母さん、父さんは別にそんなつもりで。じゃあ何なの？私が。母さん、私どうして。倒れたんだよ、過労と興奮で。今日一日入院して、明日には帰っていいって。私たちが甘えちゃったせいでごめんね。そら情けないわ、努力すれば何でもできると思っていたのに。みんなの助けになりたかった。一人で私を育ててくれたお母さんに幸せな一生を過ごしてほしくて。君はもともと器用なタイプじゃない。だけど何でも頑張る、人より多く経験することでカバーしてきた人だ。昔から何でも頑張りすぎなくらいやってきていた。俺たちは君を助けたい、けどそれはダメなことなのか？お母さん、私たちもう大人だよ、もっと頼ってよ。何でもお母さんが大丈夫って抱え込んじゃったら寂しいよ。ちょっと待って、みんながここにいてお母さんは？まさか家に一人？あーよかった、ここにいたのね。お母さんごめん、早く家に。くるみ、いつも本当にありがとう。大丈夫、私はちゃんと分かっているからね。あんたちゃんとご飯食べてる？休んでる？私は心配よ、いつも一人で抱え込む子だから。お母さん。あら、ここはどこかしら。くるみが家で待ってるのに。数週間後。母さん、ほんと世話になった。今度はクロハとゆっくり来るから。私もコーチと改めてお礼に来るよ。はいはい、気をつけて帰りなさい。結局母の認知症状は改善することはなく、あの笑顔を見せてくれたのは一回きり。まあ、あなた妊婦さん。かすみだよ。体は大事にしなさい。私の娘は今小学生でね、可愛い子なのよ。優しくて頑張り屋で、誰に似たのかしらね。まあ私なんだけど。でもあの一回で十分だ、十分な宝物をもらった。こんにちは、たわごとヘルパーです。あ、はーい。ゲンや柳からの勧めもあり、母が刺激をもらうためにも介護サービスを使い始めた。あんたは全然なってないわね、腰の入れ方が悪い。やだおばあちゃん、超元気じゃん。いってらっしゃい。ねえお母さん、今度私たち兄弟からお礼に旅行をプレゼントさせてね。私たちだってお母さんやお父さん、おばあちゃんに恩返ししたいし、役に立ちたいって思ってるんだから。かすみ、そうね、楽しみにしておくわ。お父さんなんて張り切って温泉調べててさ。へえ、そうなの。私の第二の人生、まだまだこれから。